心は、日本の月刊文芸雑誌、同人誌。保守系の雑誌であったが、ほとんど同人雑誌に近かった。安倍義成、武者の孔子寂辰野隆長尾義郎、佐藤春夫等を中心に、占領下において、日本文化を擁護すべく、1948年7月号より、創刊した。最終号は1981年7.8月、合併号。 そ刊号に、武者の工事さねやつが書いた、互いの個性は違う、生きている世界の範囲も違う、違うから教え張る点もあるわけだ。すべての人が同じ方になったり、同職になったりすることを、自分たちは喜ばない。皆勝手に自分の書きたいことを書く。そういう雑誌にしたい。そして尊敬する、人々の本音を聞きたい。お互いに自己を少しも、いびつにせず、 最新の本音を吐き出す雑誌にしたい。という気持ちは、総刊号から週刊号までの33年間貫かれていた。1981年7.8月合併号には、総刊号から週刊号に至るまでの総目次が掲載されており、創作よりも追筆や人文研究の評論が多かった。基本的には、同人誌であるため、発行元はたびたび変更された。 サネアツが没する1970年代半ば、あたりからは、串田孫一等が最終号まで編集を担当し、平凡社で発刊された。対象教養世代の特色の強い雑誌で、執筆者、読者層ともに、明治生まれの世代が、中心のため、1970年代に入ると、同人のぶっこ者が多くなったが、高品修二や村上陽一郎等も執筆している。 心同人には、小説家、詩人、文学者、評論家にとどまらず、哲学者、画家、彫刻家、美術家、演劇評論家、歴史学者、科学者、数学者、医学者、物理学者など、幅広い人材が集っていた。鈴木大説、柳田国夫、志賀直也、小宮豊隆、中勘介、龍宗義、和辻哲郎、天野定優、田中道太郎、 谷川哲三、新村で、福原林太郎、竹山道夫、高田博厚、下村虎太郎、高坂正明、松方三郎、梶隆一など、白樺早漱石、森大貝、西田育太郎の弟子たちで、旧正高校、旧帝国大学の教授出身者を軸に、活動していた。竹内博史、革新幻想の戦後史中央公論新社、2011年。 ISBN 9兆7841億 243000P442 串田孫一週刊号の編集後期として月刊総合文化誌心第34巻 P142 串田孫一心同人総名簿月刊総合文化誌心第34巻 P272 ありがとうございます